ピエトロ・メタ・スタージオ、ピエトロ・メタ・スタージオ、本名、ピエトロ・アントニオ・ドメニコ・トラパシ、1698年1月3日1782年4月12日は、イタリアの詩人、オペラ大本作家、オペラセリアでは、最も著名な作家であった。メタ・スタージオは、ローマの生まれ、アッシジ出身の父親フェリーチェ・トラパシは、教皇軍コルシカ連隊にいた時。 ボローニャ人女性フランチェスカ・ガラスティと知り合って結婚。その後、帽子屋通りで、食料雑貨ショーを始めた。息子が二人、娘が二人いて、メタスタージオは二番目の子供だった。子供の頃、メタスタージオはお題として与えられたテーマに応えて、即興の死を浪唱し、聴衆を魅了させたと言われている。1709年。 メタスタージオがそうやっているところに二人の紳士が通り勝った。その一人が法律と文学に対する深い学識で知られ、アルカディアアカデミーの理事職にあったジョバンニ・ヴビンゼンツォ、グラビーナだった。グラビーナは少年の死の才能と可愛らしさに惚れ込み、二三週間後、メタスタージオを自分の非保護者にした。父親は自分の息子に良い教育と社交界に入れるチャンスが、 与えられたこと喜んだ。本名のトラパッシをギリシャ風にメタスタージオに変えたのはこのグラビーナだった。自分と同じ弁護士にしようと考えてのことでラテン語と法を教えた。同時に天賦の詩の才能にも磨きをかけ、自宅でローマの仲間たちの前で少年の振動ぶりを見せつけた。メタスタージオはたちまち有名になり、イタリアの名誉ある即興詩大会に出場し、 優勝を競い合った。しかし、日中は勉強、夜は大会と忙しすぎるため、健康を害してしまった。グラビーナは仕事でカラブリアに出張した時、メタスタージオも連れて行き、ナポリ分団に紹介した。それから、スカレーヤの親類、グレゴリオ・カロプレゼに、メタスタージオを預けた。田舎の空気と南海岸の静けさの中、メタスタージオは、 健康を回復した。グラビーナもメタスタージオの才能を死の即興で二度と消費させず、将来学業を終えた時、偉大な詩人たちと争う時のために取っておくことに決めた。メタスタージオはその期待に応えた。十二歳にしてイーリアスをオッターバリーマに翻訳し、その二年後にはグラビーナが好きだったジャンジョルジョ・トリッシーノの イタリー・リベラータのテーマからセネカ風の悲劇を作り上げた。それがジュスティーノで24年後の1713年に出版された。もっともメタスタージオは出版社にこの若い頃の作品の出版を取りやめたいと話していた。1714年にカロプレーゼが亡くなって財産はグラビーナが相続した。そのグラビーナも1718年に亡くなって 二人の財産一万五千スクードをメタスタージオが相続した。アルカディアアカデミーの集まりでメタスタージオはグラビーナを追悼するエレジーを朗称した。二十歳になるまでの四年間メタスタージオは神父の服を着て過ごした。夢のような立身出世、美貌、魅力的な振る舞い、類稀まれな才能はメタスタージオを時の人にした。二年間 金を浪費して過ごした後、プロとして仕事をすることに決め、ナポリのカスタニョーラという著名な法律家の事務所に入った。カスタニョーラはメタスタジオを告示した。法律の仕事でアクセクする一方、1721年、メタスタジオはパトロンであったドンナ・アナ・フランチェスカ、ラバスキエ・ル・ピネッリ・ディ・サングロ、後の第6代ベルモンテ王妃ン・アントニオ・ピリアテリコ。 後のベルモンテ皇太子の結婚に際して、祝婚歌と、おそらく最初の音楽作品になるセレナータ、エンディミオンを作った。1722年、ドンナ・アンナの誕生日を祝うため、大使はメタスタージオにオペラ、セレナータの台本を依頼した。メタスタージオはそれを了承したが、作者が誰かは伏せてもらうことにした。そして書いたのが、ヘスペリゲスのそのだった。作曲は、 ニコラ・ポルポラで歌はポルポラの弟子のカストラート歌手ファリネッリが歌った。台本作家として素晴らしいデビューで熱狂的な喝采を浴びた。このオペラにビーナス役で出ていたローマのプリマドンナマリアンナ・ブルガレッリは匿名の作者の正体がメタスタージオであると知ると音楽劇での成功を約束し法律家を辞めて作家になるよう説得した。メタスタージオもそれに同意した。 ブルガレッリの家で、メタスタージオは、当時の名作曲がリアたちと知り合った。ヨハン・アドルフ・ハッセ、ジョバンニ・バッティスタ・ペルゴ・レージ、アレッサンドロ・スカル・ラッティ、レオナルド・ヴィンチ、レオナルド・レイオ、フランチェスコ・ドゥランテ、ベネデット・マルチェット・らで、その全員が後にメタスタージオの詩に曲をつけた。さらにその家で、メタスタージオは、歌唱法、並びにファリネッリなどの男性歌手のスタイルについて、 勉強した。メタスタージオの筆は早く、作品は曲と当時の大歌手の歌唱でなお素晴らしいものになった。メタスタージオの台本は筋としては印象的に見えたが、その状況は不条理だった。メタスタージオは歴史的事実を歪曲し、愛の問題に焦点を絞った。批判もあったが、音楽がそれを補った。メタスタージオはローマで ブルガレッリ夫妻と一緒に住んでいた。ブルガレッリは半ば愛情から、そしてその才能への賞賛から、グラビーナに劣らずメタスタージオを可愛がった。メタスタージオの家族全員、父母、兄弟、姉妹を自分の家に引き取ったほどである。メタスタージオの才能を育て、気まぐれも許した。ブルガレッリの非後下で、メタスタージオは、捨てられた、リドウネ、ウティカのカトウネ、エツヨ、 インドのアレッサンドロ、許されたセミラーミで、シーエ、アルタセルセと次々に台本を書いた。それらには当時の大作曲家が曲をつけ、イタリアの主要な都市で上演された。しかし、ブルガレッリは、恒例で大衆の前で歌うことをやめ、メタスタージをも頼ってばかりではいけないと感じ出した。オペラ一本につき300スクードの報酬を得ていたが、不安定で固定収入を望んだ。 1729年9月、メタスタージオは、ウィーン宮廷劇場の宮廷詩人のオファーを受けた。報宮は3000フロリンだった。メタスタージオは、直ちにそれを承諾した。ブルガレッリもそれを喜び、ローマの家族の世話を引き受けてくれることになった。そしてメタスタージオは、オーストリアに旅立った。1730年初夏、メタスタージオは、ウィーンで、俗に、 ミハイルハウスと呼ばれるアパートメントに腰を落ち着けた。この年から1740年までの間に、メタスタジオは、アドリアーノ、デメートリオ、イッシーピレ、デモホーンテ、オリンピアデ、皇帝ピートの慈悲、シーロのアキレス、テミストオクレ、アッティーリオレゴロを書き、宮廷劇場で上演された。そのいくつかは特別な機会のために作曲され、ほとんどが短期間で書き上げられた。 例えば、シーロのアキレスは8日、イッシーピレは9日である。台本作家、詩人、作曲家、楽譜の筆者者、歌手は慌ただしい中で仕事をした。その中で、メタスタージオは最低限のディテールで書く、独特の技術を身につけていた。その経験は、ナポリとローマで得たもので、ウィーンでは新しい仕事への興奮からより、早められていた。それを可能にしたのは、 霊感から得られたほとんど本能的なもので、しかもそれは見事成功した。にもかかわらず、メタスタージオがウィーンで、社交的な成功を得られなかったのは、貴族のサークルがメタスタージオの気仙な生まれを拒んだからである。しかしメタスタージオは、昔のパトロンのベルモンテッピアャテッリヒの義理の妹で、あるアルタン白尺夫人との信仰で満足だった。 白爵夫人は夫と死別していて皇帝お気に入りの地位にあった。メタスタージオと白爵夫人の関係は秘密の結婚をしているのではないかと言われるほど密接なものになった。ブルガレッリはメタスタージオと会いたくなりウィーン宮廷劇場の席の予約を頼んだ。しかしその頃のメタスタージオはブルガレッリとの交際を恥ずかしく思い、 何とか訪問を諦めさせようと手紙を書いて送った。その手紙の調子を不愉快かつ不審に思ったブルガレッリは、ローマからウィーンに立ったが、その途中に突然死したようである。確実にわかっているのは、ブルガレッリの遺産は、夫の障害権が切れた後は、メタスタージオに譲られることになったが、メタスタージオは、悲しみと後悔から、速やかにそれを放棄した、ということである。しかし、 この潔白な行為は、ローマのブルガレッリとメタスタージオの家族を混乱に追い込んだ。ブルガレッリの夫はすぐに再婚し、メタスタージオの家族は財産を取り上げられた。時は進み、ウィーンでの生活と気候は、メタスタージオの健康ならびに精神に影響を与えた。1745年頃以降、メタスタージオの作品の中でも、 最も人気のあるカンタータやカンツォネッタ、今やろしい時が来た、友人のファルネッリに送った曲を除くと、ほとんど作品を書いていない。その理由は明白で、フェルノンリーは、彼を悩ませたものは、精神的、道徳的な安入だと述べている。1755年、アルタン伯爵夫人が亡くなった。その後、メタスタージオは、マルティネスという友人の家に移り、 中山階級市民の中で暮らし、急速に老け込んでいった。1782年まで生きたが、ほとんど活動はしていない。13万フロリンあった全財産は、マルティネスの6人の子供たちに移動した。イタリアの家族は、もう誰も生きていなかった。ウィーンでの40年間、と言っても、その独創的な想像力は最後まで続かなかったが、 メタスタージオは徐々にその名声を高めていった。メタスタージオの蔵書の中には自身の作品の40物版があった。フランス語、英語、ドイツ語、スペイン語、キリシャ語に翻訳され、一つの台本にいろいろな作曲家が別の曲をつけていた。あらゆる首都で最高のビルトオーソたちが歌い、メタスタージオを会員に迎えることを光栄と思わない文学アカデミーはなかった。 ウィーンにやってきた人は、わざわざ、コールマルクト工事にあるカリアドを訪ね、この老子人に敬意を表した。メタスタージオの詩は特定の音楽スタイルを意図して書かれていた。それは、全能の歌手たち、特に熟練したソプラノとかストラートのための音楽で、ある。しかし、クリストフ・ビリバルト・グルックと、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのビルト・オーソ的な歌唱より、 心理的な面により重きを置いたオペラが流行したとき、メタスタージオとは違う新しい台本が求められるようになった。とはいえ、モーツァルトのオペラ、皇帝ティートの慈悲はメタスタージオの台本を改作したものである。カストラートの終演はメタスタージオのオペラがレパートリーから消えることを意味した。メタスタージオは感情的、叙情的、ロマンチックな詩人として知られている。 主たる劇のシチュエーションは、筋の展開によって生まれた、登場人物たちの対立する複数の感情を、苦笑化した、二人もしくは三人の歌詞で表現される。その結果は、純粋に文学的ではないが、音楽には適していた。メタスタージオの言い回しは、不純なものがなく名跡である。おそらく、即興詩人の経験ゆえなのだろう。メタスタージオは、トルクアート達相。 ジャンマッティスタマリーの、それに、オイデウスに浸水していたと言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。